こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では昨日3月25日に発売されましたユニクロとセオリーのコラボレーションラインですね。この中で僕が事前にですね注目していたある商品を実際に買ってきましたので、皆さんにレビューをしてみたいなというふうに思ってます。まあ、ユニクロもね、様々なブランドのコラボレーションやっています。その中でも結構最近はですね、ユニクロセオリーというところ、ここもですね、定番化してきているんですね。まあセオリーというとですね、非常にシャープでデザイン自体はシンプルなんですけども、大人っぽい上品なスタイルというところが特徴的かなと思うんですね。そのセオリーとユニクロがコラボレーションしているということで、前回はですね、メンズがなかったんですが、今年の春夏はメンズも復活ということで、結構楽しみにしている方多いんじゃないかなと思うんですね。ただですね、これはちょっと僕の中でもですね、見当違いだったのが、3月の下旬に発売というイメージでいたんですが、実はですね、女性ものと男性もので発売の時期がちょっとずれるんですね。で、昨日発売になったのは、いわゆるレディースの商品で、メンズのアイテムに関しては4月の後半に発売という形になるので、実物はまだ見れなかったんですが、レディースの中でもですね、あるアイテムがすごく僕の中では欲しいなというふうに思っていたんですね。それが、感動タックイージーパンツ、セットアップ可能というアイテムなんですね。まあ、せっかくなので、もう早速出してみたいなと思うんですが、こちらのボトムスですね。ちゃんと後で履いてみますので、まずは全体とお話ししたいなと思っていますね。こちらのボトムスです。僕が買ったのは身長164センチ53キロで、僕は痩せ型なんですね。だいたいサイズで言うとボトムスはユニクロで27インチとか28インチを履くことが多いんですが、女性もののこちらで M サイズを購入しました。まあ、正直ですね、S も履いてみて入らなくはなかったんですが、ちょっとリラックス感があった方がいいかなと思ったので、女性ものの M を買いましたが、一般的な男性でもおそらく L サイズで履けると思いますし、XL、WXL、3XL まで展開があるということは、これはおそらくですね、男性にも履いていただきたいというような意図を感じるんですよね。ですのでこちらは本当に様々な男性にも女性ものなんですが履いていただけるような仕様になっているかなというふうに思ってます。まあ、そもそもですね、なぜ僕がこの商品に魅力を感じたのかというと、ユニクロのボトムスというのは基本的にベーシック、定番的、合わせやすいものが多いんですね。そうなるとシルエットはですね、どうしてもジャストサイズだとか細身のものが多くて、いわゆるですね、ちょっとゆったりめのトレンド感のあるものってそんなに多くないんですね。まあ、わかりやすいところで言うと、ユニクロの感動パンツというものがあるかなと思うんですね。まあ、今回も感動シリーズの一部なんですけども、通常の感動パンツっていうのはかなり細身なんですね。本当に無駄がなくて足にフィットするような形のスラックスタイプのものになっていまして、まあ、それは今のトレンド的なものというよりは、大人の男性が似合いやすいような定番的なシルエットかなと思うんですね。その感動パンツよりも少し緩さがあるのが、僕の動画の中で散々出てきているスマートアンクルパンツというものですね。これに関しては、もも周りですね。ここにはちょっとゆとりがあるんですよ。感動パンツに比べると少しですね、ゆとりがあるんだけども、膝から下にかけて、いわゆるテーパードと呼ばれるような細くなっていく仕様になっているので、感動パンツに比べると今っぽいですね、ややトレンド感のあるシルエットかなと思うんですね。この2本もですね、好き嫌いは分かれるところで、感動パンツの方が綺麗に見えるという方もいらっしゃいますし、スマートアンクルパンツの方が今っぽくていいっていう方もいらっしゃいます。ただですね、すごくファッションが好きな方にとっては、どちらもですね、しっくり来ないという場合が少なくないんですね。スマートアンクルパンツでもまだ大胆な太さというところはないので、もうちょっと気持ちゆったりとしたものが欲しいんだよなというところ、ここをですね、感じている男性多いんじゃないかなと思うんですね。まあ、何せ僕自身がそうで、ユニクロのボトムスの中ではスマートアンクルパンツよく皆さんにお勧めしてるんですけども、僕個人がガンガンに履いてるかというとそんなことはなくて、じゃあ何を履いてるのかというと、ユニクロ U のボトムスなんですね。レギュラーフィットテーパードだとかワイドフィットテーパードだとか、このあたりはやっぱりですね、コラボレーションラインということもあって、ある程度デザイン性振り切ってる部分もあるんですね。
定番的ベーシックなサイズ感よりも思い切って大胆に太めにしていますので、このあたりの方が個人的にはですね、好きなんですね。まあ、中級者以上の方であれば、なんとなくですね、ご納得いただけるかなと思うんですが、まあ、このゾーンの新しい新星として今回出てきたのが、感動タックイージーパンツというものなのかなというふうに思っています。まあ、見ていただくとわかるんですが、この腰周りにですね、タックが入ってるんですね。伝わりますかね？この部分なんですが、タックが入ってます。これが入ることで腰周りにはゆとりがあるんですけども、やはりこちらもテーパード型になってまして、膝から下はですね、細くなってるんですね。この太さ、もも前の太さのままドンといくと、まさにワイドパンツという形になって、どうしても大人世代だと着こなすのが難しいかなとか、あまりスタイルはよく見えないんですね。おしゃれなんだけども、ちょっと難しいっていう感じになってしまうので、僕はですね、腰周りはゆとりはあるんだけども、膝から下テーパードが入ってるよという方が好きですし、あとはタックが入っていて、そのままこう、センタープレスが効いていることで、適度に大人っぽさ、足の縦のラインが強調されるというのが個人的に好きなので、これは前々から気になっていたんですが、まあ実際にですね、試着をしてみたところ、良かったので購入したんですが、ただですね、手放しで完璧だ、これは間違いないという形よりも、ちょっと惜しいかなと思うところが個人的に1点だけあったんですね。そこは実際に履きながら皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですが、まあそれにしてもですよ、3990円でこのセオリーとのコラボレーションのすごく綺麗なボトムスが手に入るというのは素晴らしいことかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思ってます。おそらくですね、ほとんどの男性が 3XL まで展開があるとしたら、まあ、履けるんじゃないかなと思うんですね。特に端っこサイズって結構早めになくなってしまうので、まあ、今回気になった方はですね、ぜひチェックをしていただきたいなというふうに思ってます。はい、ということでね、いろいろ話しましたが、まあ、ちょっと実際に履いてみないとわからないと思うので、この後着替えながら、まあ、どのような形、シルエットなのかというところですね、皆さんに存分にお伝えしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお付き合いいただければなと思っています。それでは早速、行ってみましょう。はい、ということで実際に履いてみました。いかがでしょうか。個人的にはですね、満足度は結構高いかなと思います。まずは先ほども触れましたが、シルエットデザインに関してですね、このあたりは見ていただく通りタックが入っているので、腰周りにはゆとりがあるんですね。まあ、特にこのあたりですね、横から見ていただくと、この腰周りだとか、あとはももの周りですね、このあたりも生地がたっぷりと余っているのがわかるかなと思います。一方で膝から下に関してはそこまで太くはなくてテーパードがかかっている形になりますので、ちょっと緩めのデザインではあるんですが、そんなにこうダボっとしすぎてないところが個人的にはすごく気に入っていますね。まあ、なんといってもこのタックの表情ですね。このあたりがね、すごく完成度が高くて、僕はですね、タック入りパンツ大好きなんですが、これは個人的にもすごく使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思っています。ユニコの通常の感動パンツはこのようなタックが入っていないので、見え方は全然変わってくるんですが、まあ、素材感としてはやっぱり軽くて、履き心地は圧倒的にいいですね。まあ、ポリエステルを使ったボトムスということで、すごくですね、サラッとしているのが特徴で、これだったら真夏でもですね、肌離れが良くて使い勝手いいんじゃないかなと思いますね。ですので僕は春も使いたいんですが、夏場、特にですね、夏の暑い時って、あまりにタイトなものって肌に張り付くような感じがなかなか気持ちよくないので、このような適度にゆとりがあるものの方が風がしっかりと通り抜けるので、僕はこれぐらいのシルエット、すごく使い勝手がいいんじゃないかなと思いますね。ウエストも M を選びましたが、僕の体型にはこれぐらいが、まあジャストですね。少しゆとりがあって、結構股上が深いので、腰骨で止まってくれるという感じですかね。この履き心地もすごくいい感じじゃないでしょうか。で、その長さなんですが、ちょっと短めの仕上がりになってるんですけども、それにしても裾上げしないで履くにはちょっとですね、長かったので、僕はですね、だいたい4センチぐらいですか、長さをカットして裾上げをしてもらいました。そのような形にすることで、ほぼノークッションですね。ノークッションからほんの少しクッションするぐらいの長さにすると、僕はですね、使い勝手がいいんじゃないかなと思いますね。こういったちょっとワイドウィのパンツでダボっとしすぎてしまうと、どうしてもだらしなく見えてしまうんですね。ですので、ノークッションから少しだけクッションさせるぐらい、これぐらいが適正かなと思うので、このあたりは靴によっても全然変わるんですね。僕が今履いてるようなスーパースターとか、あとはスタンスミスだとか、レザースニーカーっていうのは甲が高くないので、
そこまでですね、クッション強く出ないんですが、ニューバランスのスニーカーだと割とですね、効果高かったりするので、これでもハーフクッションぐらいは出るかなと思うので、どの靴に合わせるかによって丈の長さというところはしっかりと調整されるといいんじゃないのかなと思っています。で、ここまではですね、メリットについてお伝えしたんですね。デザイン性だとか、あとはですね、シルエットだとか、まあそういったところは非常に完成度が高くて満足してるんですが、一点だけ僕の中でここがこうだったらより良かったなというポイントがあるんですね。それが素材なんですよ。まあこのような感動パンツには実はコットンライクというものとウールライクというもの、この2種類があるんですね。で、僕はどちらの方が好きなのかというと、後者のウールライクの方が好きなんですね。ウールっぽく見えるのか、コットンっぽく見えるのかというところで、まあ、どのような違いがあるのかというと、ウールの方が同じブラックでも、ちょっと深みのあるような表情になるんですね。まあ、ここにですね、ユニクロ U のワイドフィットテーパードっていうパンツがあるんですが、これがですね、いわゆるウールライクな表情のものなんですね。結構履きまくってだいぶくたびれてるんですが、こちらの方が表面の感じがよりこうスーツっぽいような素材になっています。ですので、綺麗めなんですね。一方で、コットンライク、こちらの方は、まあ、コットンではないんだけども、コットン風というところで、色合いとしては同じブラックでもちょっと明るく感じるんですね。比べるとわかるかな、まあ、ちょっと光沢感が感じられるのがこちらのコットンなんですが、ウールの方がなんていうのかな、シャキッとしたブラックになるので、色の深みとしては僕はこっちの方が好きなんですね。あとは素材感としても綺麗めな感じなのか、ややカジュアルになるのかというところで、僕はですね、シルエット的にはちょっとゆとりがあるので、こういったパンツはシャキッとウールっぽい方が個人的には好きなんですよね。もちろんですね、季節感っていうのもあって、春夏に関してはやっぱりですね、こういったコットンライクのものの方が肌離れもいいですし、特に夏なんかは圧倒的に履きやすいと思います。一方でこういったウールライクの方が秋冬っぽさは出るんですが、ちょっと薄めのウールライクのものがあったら、僕はよりですね、センタープレスのシャキッとした感じだとか、生地もね、やっぱりこう張り感があってちょっと高見えするんですよね。そこの違いというのがやっぱりあるかなと思うので、僕はこの形でウールライクだったらもう間違いなくですね、3本ぐらい欲しいぐらいの勢いだったんですが、そこだけがちょっと惜しいかなと思います。ですので、これ秋冬バージョンですね、ぜひウールライクで出てほしいなと個人的には思っているんですが、そこぐらいですかね。ただ先ほども触れた通り、やっぱりこのようなコットンライクにも良さがあって、春夏、特に夏はですね、さらりとしていて着やすいんですよ。そういった意味ではウールライクだとやっぱり暑いので、まあ、単純にですね、履き心地の良さ、これからのシーズンにはすごく使い勝手がいいかなと思うので、これはやはり皆さんにもお勧めできる名品なのかなというふうに思っています。じゃあどんな方にこちらのパンツがお勧めなのかというと、まあ、すでにですね、もうベーシックな着こなしというところにちょっと飽きてる方ですね。僕の動画の中ではよくこのようなブラック系のパンツってお勧めしてるかなと思うんですね。ユニクロのスマートアンクルパンツ、グローバルワークのアーバンスラックスですね。このあたりが定番なんですが、まあ、このあたりもうちょっと飽きてきたんだよなとか、もうちょっと今っぽさだとかトレンド感を取り入れたいんだよなという方には、間違いなくこれは使いやすいと思います。まあ、このようなパンツって夏場には様々なセレクトショップでもやったりするんですが、1万円近い価格帯するので、4000円でこのシルエット、そしてデザインが手に入るのは、個人的にはかなり満足度が高いかなと思うんですね。で、肝心なのはセオリーとのコラボレーションというところの一つ特別感と、あとはメンズではなくて、あえてレディースを履くというところ、ここなんですね。人との被りというところも出にくいというところも一つ満足度が高まるのかなというふうに思ってます。まあこれから4月にですね、セオリーとのコラボレーション、メンズも入ってくるわけなんですが、ボトムスはですね、正直こっちの方が僕は満足度が高いかなと思ってので、これは買って良かったかなというふうに思ってます。色は2色あって、もう1色ライトグレーっぽいものかながあったんですけども、ちょっとその色合いの感じは個人的にはあまり好みではなかったですね。少し上級者向けというか難しい感じがしたので、大人の男性であればまずはブラックですね、こちらを揃えてもらって、今までにはないような少しゆったりめのトレンド感のあるものもですね、ぜひこの機会にトライをしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では、昨日ですね、3月25日に発売になりました、ユニクロとセオリーのコラボレーションである、まあ、これはレディースのですね、カンドタックイージーパンツ（コットンライクのアイテムのレビューをさせていただきました。まとめると、シルエットだとかデザインは完璧で、ものすごくいいです。
ただ素材感に関してはコットンライクというところで、まあ夏に向かって履くにはですね、最適な肌触りだとか質感かなと思うんですが、よりですね、パンツとしての完成度というところで言うと、僕はウールライクの方が好みだったかなというような個人的な見解なんですけども、そこを皆さんにお伝えさせていただきました。ただですね、僕自身もこれは気に入っていて、これから夏ですね、T シャツに合わせながらガンガン着てみたいなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。そして最後にもう一点だけ気になる情報を皆さんにシェアをしたいんですが、実はですね、こちらの動画のコメント欄で教えていただいたんですが、予約の商品の中でタックテーパードパンツ、カッコワイドフィットというものがありますよという形でですね、お伝えいただいたんですね。これ見てみたらですね、結構ね、今回のセオリーのパンツと近いようなデザインになってまして、ユニクロとしてはですね、ちょっと珍しいようなタック入りで、ちょっとワイドフィットなんですけども、今回と同じようにテーパード型になってるんですね。まあ、かなり近いような気もするんですけども、これもね、個人的にはすごく良さそうな気がしてるんですね。サイドがゴムになっていて、サイズ調整がしやすいのと、あとはしっかりとタックが入っているというところ。で、色合いに関してはブラックもいいんですが、個人的にはね、ちょっとダークグレーもいいんじゃないかなと思うんですね。この2色ちょっとあまりにも気になったので、まだ発売前なんですが、XS 注文してしまいました。こちらが届くのも楽しみですね。もう注目したいのは、こちらもですね、素材としては、ポリエステルなんですね。ただ上品見えする高機能ポリエステル素材という形になっているので、これがね、どんな素材感なのかなというところが気になるんですよね。まあ、今回と同じようなコットンライクなのか、もしくはちょっとこうウールライク、もしくはちょっと違ったものなんだけども、高見えするような感じなのかっていうところ、気になるところではあるので、またこれが届いたらですね、レビューをしてみたいなというふうに思ってます。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本を分かりやすく解説をしたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。またこちらのチャンネルとは別に、YouTube のメンバーシップチャンネルというものを運営しています。そちらの方ではですね、ユニクロ以外のセレクトショップのオリジナルだとか、あとはドメスティックブランドですとか、初級者から中級者へステップアップするための情報をどんどんお出ししています。今日もそうなんですけども、こちらのメンバーシップではですね、週に1回のペースでライブ配信をしてるんですね。名付けて大山ライブステーションと呼んでるんですが、皆さんからいただいたご質問だとか感想にですね、その場でどんどん回答していくような生のライブもやってますので、気になる方は動画の下の概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。